今回は SV ボニー SV165 にプレイヤー1ケレス C を取り付けて電子感棒をします。この組み合わせの電子感棒は今回が初めてです。AZ-GTI に乗せてお手軽に電子感棒で使えるか検証してみました。 SV165 ガイドスコープは口径 30mmF4 焦点距離 120mm、 この大きさで電子感棒が果たしてできるでしょうか。 SV165 に SV108ヘリコイドフォーカサーを改造して取り付けています。ヘリコイドフォーカサーを取り付けることでピントの微調整ができるようになりました。 SV165 にヘリコイドフォーカサーを取り付ける際にそのままの長さではバックフォーカスが合いません。分解してカットした箇所をお見せしたいと思います。ヘリコイドフォーカサーを外すとかなり短くなりますね。本来なら前方のヘリコイドのネジでピント調整をします。卓上旋盤で前方部分をヘリコイドフォーカサー装着の長さの分 19mm をカットしました。材質はアルミで旋盤加工は容易でしたが、ネジ部分が破損しないように慎重に行いました。 SV108 ヘリコイドフォーカサーをつけることでピントの微調整がかなり楽になります。ヘリコイドフォーカサーは構造上 1.25 インチ径を奥まで入れることができません。31.5mm ほどの深さまで入れることができます。この深さを計算してカットしました。このヘリコイドフォーカサーはとても作りも良くて他でも活用できそうです。アイピースタイプの CMOS カメラに最適かもしれませんね。SV ボニーさんにヘリコイドフォーカサーをつけられるタイプを発売してほしいところです。赤い固定リングは向きを反対にして取り付けました。そのままでは共鳴バンドが入らないからです。カットした分共鳴がとても短くなりました。重量はバンド込みで 407g です。プレイヤー1テレス C はカラーセンサーでソニーIMX224 CMOS センサーを搭載しています。3分の1型 4.9×3.7mm の大きさのセンサーと小さいですが入門用として今回購入しました。 PC に接続して使うので後部の USB3.0 にケーブルをつなぎます。
カメラ本体に付属している平べったいケーブルはよじれにくい形状になっています。ケレス C を取り付けた重量は 479g です。 AZ-GTI に軽々乗せることができます。AZ-GTI のアライメント時に 25mm アイピースを使用します。以前からあったものを使用しています。このアイピースが 0.965 インチなので変換アダプターを 3D プリンターで作りました。アイピースを少し内側に入れた位置でピントが合うようになりました。シャープキャップで確認しながらピント合わせをしています。ヘリコイドフォーカサーで調整が容易になりました。ヘリコイドフォーカサーの周動距離は 10mm です。とても小さな望遠鏡ですね。星空をどこまで見ることができるでしょうか。USB ケーブルの長さが2メートルなので近くにテーブルを置いてノート PC につないでいます。インストールした AZ-GTI を制御する新スキャン APP で自動導入をします。アスコムを介してステラリウムを AZ-GTI と同期して自動導入をします。アスコムは天文機器をつないで連動させるアプリです。動画サイトなどで使い方を見ながら導入しました。ステラリウムはフリーの天体アプリです。シンプルな表示でとても見やすくなっています。この日もあいにくの雨空で星を見ることができませんでした。雨が降ってきたので屋根を閉じます。この日から夜空を見ることができなかったので前日に撮影した内容をお見せしたいと思います。AZ-GTI の制御をシャープキャップ内で同期させています。 M31 アンドロメダ星雲を導入しました。カメラの画角がぴったり収まるサイズです。プレートソルビングの機能を表示しています。星の情報をリアルタイムで視認できます。北アメリカ星雲付近です。なんとなくですが赤い色が薄く見られます。M27アレイ上星雲です。ライブビューですがはっきり見ることができますね。ケレス C を使用したシャープキャップの観測は初めてなのでこれからベストショットを目指していこうと思います。
初めての仕様でこれほど見えたことにとてもワクワクしました。雨空が明ける日を心待ちにしています。晴れた夜空が待ち遠しいですね。AZ-GTI をミニ三脚に乗せてみました。最小限の構成なのでキャンピングにお気楽に持っていけます。今回は低価格の小型望遠鏡を遊び感覚で乗せてみました。ケレス C を使って今後は惑星の撮影にもチャレンジしたいと思います。マクシー60を Amazon のプライムセールで購入したので、次回電子感報をしてみたいと思います。